マルーシュカ・デート・メルスは、オランダスコーネベーク出身の女優である。1962年12月16日、オランダの小さな村スコーネベークに生まれ、10代でパリに移る。フランス国立高等演劇学校に入学し、メイドをしながら女優を目指す。1983年にジャンリュック・ゴダール監督のカルメンという名の女に交番したイザベル・アジャーニに、代わって、 主演に抜擢され、この作品がベネツィア国際映画祭で禁止賞を受賞。自身も映画初出演ながら脚光を浴びる。翌年にはカルメンという名の女での演技に感銘を受けたジャック・ドワイオン監督がラピラートに起用。ジェーン・ワーキン・フンする既婚者でありながらレズビアンの女性の昔の恋人役を演じた。この作品は コンペティション部門で上映された第37回カンヌ国際映画祭では不評だったがマルーシュカはセザール賞の助演女優賞にノミネートされ高く評価された。1986年にはレーモン・ラディネの小説をイタリアのマルコベ・ロッキオ監督が映画化した肉体の悪魔で年下の男と恋に陥る娘役を1988年には イスラエルのメナハムボーライ監督の電気映画、ハンナセネシュにヘレナ・ボナムカーターに代わって出演し、ナチスと戦うパルチザンの女戦士役をそれぞれ演じた。1992年にはマンボキングス、我が心のマリアでハリウッドにも進出。1996年のシューターなど数本に出演するが、アメリカには馴染めず、その後はヨーロッパに戻って2004年の、 ゴリオ屋さんなどのテレビ映画を中心に活動している。マルーシュカデートメルスリュシンネマ、マルーシュカデートメルス IMDB。ありがとうございます。